はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。スプラトゥーン3実況プレイ始めていきたいと思います。本日はガチホコバトルで若葉シューター使って遊んでいきましょう。よろしく。はい、マサバ海峡大橋ガチホコですね。頑張っていきましょうね。よろしくお願いしますよ。はい、まあまあまあ若葉はね、前に出ていけるかどうかっていうと、出ていける若葉もいるんでしょうけど、なかなかねそこまでのことはねって感じですからね。はい、さあちょっと矛割りが若干微妙そうなあれですけど、ここで怪物の力が出ていくぞ。よし、 OK。 怪物ギアは今回もガチホコでは有効なギアですからね。はい、出ない出ない。おっと、そこに置かれるとって感じだな。オッケー、一回一発。うぅー、怖い、無理ー。詰められちゃってますか、詰められちゃってますか今の。なるほどなるほど、ちょっとバリアを使えるあれじゃなかったですね。さあ落ち着いてください、落ち着いてください。射程では微妙に勝ってるんで、そんなに。マジ？ちょっときつい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 、ボコボコや。なんでやねん、めっちゃホコ止めてるよ、ホコ止めてるよ。頑張って、真正面なんだから、射程めっちゃ勝ってるんだから。ちょっと40、まあ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 、いらん、そのミサイル遅い。あ、遅いじゃない、逆。早すぎる。ミサイルタイミング、本当に、これね、ミサイルね、強いから適当に撃ちすぎなんですよ、皆さん。ちゃんと圧かかるタイミング選んで撃った方が絶対に、あ、撃ちか。絶対強いんで、今みたいに全滅した直後とかにスペシャル溜まったからパーンって吐こうは、それはねやめた方がいいですよ。そのくせ、後で上に上がれば上がるほど辛い思いする。ナイス、辛い思いするの自分だから絶対、ちゃんとねタイミングは見た方がいい。はい、落ち着いて。あ、これ落とすのはね逆に個人的にはありがたいんですよね。あんまり緊急回避みたいなタイミングじゃないからね。はい、いいよ。そうで、逆にスペシャルが溜まっていたからっつって矛持たない、もう違うんですよ。はい、ナイス、一回引く、ナイス、いいよ、一回これを待つ。はい、いやー、ちょっと奥でしたね。ナイス、玉ドンマイですよ、いいですよ。ナイスナイスナイス、ここ詰め切ろう、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 パチ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 、ナイス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 、よし、素晴らしい、ナイス、これはいい矛持ち。で、一回ここで、もうここは相手のタイミングターンになるので、ここはしっかり味方の復帰を待ちつつ時間を使う。で、この時間を使うのは完全に若葉の仕事なんで、若葉の仕事をしましょう。あー、ごめんなさい、いたのね、すまんね、いたのね、バリアブルさん、ごめんなさい。これは割と役割かぶってしまいましたね。僕がいつもやってることをやってみました。はい、いいですよ、かなりね。ただまあちょっと守備が若干ね、一番最初のターンで割と怖かったんで、ちょっと慎重に行きましょう。時間を使うってことが非常に重要。ナイス、カニが出てきた時とかはしっかり自分の塗りを固めるんですね。こういう塗りがね一気に取られちゃうタイミングに一気に攻め込まれちゃうんで、割とこういう、うわ、割とこういうね時間稼ぎ塗り若葉はね、あんまりこうレート高く、うえー、すげえ、レート高くないレベルだとね意外と刺さったりする。はい、ここはちょっと無理しない程度に前に行きましょう。相手の復帰がそこそこ来るので。はい、特にサイドから、サイドから上がってくることがいっぱいやるんですよやっぱちょっと切っちゃうな、切っちゃうな、あんまり良くないですねこのバリア。いやー、その矛持ち良くない、これ戻る、良くない、いや今の焦りすぎ焦りすぎ焦りすぎ
ダメですよ。大丈夫大丈夫。持たないっていうのも選択肢のうちです。うちだから。常に矛を誘導しなきゃいけないっていうことはないんで、ちょっと、あるタイミング間違えちゃったな。やべえな、このタイミングって思っても、矛持たなきゃいいんで、別に。ナイスナイス素晴らしいナイス守備いいじゃないですか。守備いけるじゃないですか。一番最初何だったんですか。そう。ほんで左に持っていきつつ、安全地帯で。で、そこの高。ここで止まる。素晴らしい。いいね。よし、よくわかってる。あとは僕がここで、ポコの解除をしてあげれば、よーし、ナイス。素晴らしい。いい、いいですね。なんか、すごいいい動きと、あんまり良くない動きが、結構こう、いい感じで取れましたね、この試合ね。これいいですね。おう。ここ1000人が現れますよ、こんなこと言ってると。ここはな、ちゃんと考えて運ぶんじゃ出ますね。本当にマサバしか出ん。なんでなんでそんなにマサバしか出ないの。なぜなんかいつもマサバしか出んって言ってる気がするんですけど。なんか今作さ、いや気のせいかもしんないっすよ。ねえ、確率の範囲内かもしんないけどさ、やっぱ同じステージが偏る傾向にありませんか。よし、オッケー。ね、すごい思う。しっかり塗る。投げる。入りやすくする。他のサポートをしっかりした上で。その矛持ちは、あまりいい手とは言えないが、ちょうど敵が3人こっち側に固まってたから、ある。なくはない。これは俺が割りに行くやつ。はい。そこにいるのね。そこになんかいる。はい。ナイス。これももう一回割る。ナイス。これは強い。これはどうにか。俺なの。サードロー。オバリア割ってもらえるといいよ。からの、はい。いいよ。ここここしよって。はい、バリアを入って、ここ落ち着いて、ここね、ナイス。相手が焦ったタイミング勝負だから。はい、うん、いいでしょう。24はだいぶ大きいよ。24はだいぶ大きい。よし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 。そこで割れたら勝ち。ナイス。11、いいよいいよいいよ。いや、相手の守備も硬いよ。相手の守備も硬いし、ボムがない、ボムがない、ボムがない。無理、さすがに、さすがに死んじゃう、さすがに死んじゃう。ナイス。マジ、そこそこマジか。どうしようどうしよう。割と強い、割といい、強い。ちょ後ろでやられてる、後ろでやられてる。なるほどね。ここ死んでないか。さすがに死んじゃうよ。若葉だよ若葉だよ。さすがに無理だよ。さすがに無理だよ。若葉だよ。若葉だよ。寿司とかゴーディーでも結構きついと思うんですよ。まあまあまあ、11で。こっからはだから固めの時間です。そう、ね、攻め得意な人って結構スプラトゥーン多いんですけど、守備がね、あんまり得意じゃない人って結構多くて。そう、ここね、ちょっとね、ちょっと1回守備ですね。ちょっと時間使います。あんまりこのバリア強いとは言い切れないんですけど、ちょっと時間使わないと厳しそうだったんで時間使いました。はい、このタイミングで味方がしっかりスペシャルを貯めてくれると、しっかり安全に止まります。逆にこのタイミングで焦って突っ込んでっちゃうようなことがあると、なるほどなるほど、これ死んじゃう、ダメ、これ死んじゃう。ナイスナイスナイス、ありがとう。うまいうまいうまい。キル取れる味方を引けた時のサポートしてりゃ勝てる感。まあそこまで終われてたらね。でもここのフォローはね、入ってくれるのね、ありがたいですね。リッター君がいいキル取ってくれました。今はかなりこれはね、有効だなんですけど、ちょっと僕も今ここも若干ちょっともうちょっと遅くてもよかったかなって感じしますね。はい、ここ、うわー、すごいすごいよくわからないけど、すごい。いい、いい、強い。これはもういっちゃう、いっちゃう、いっちゃう、いっちゃう。あと1、あと1。相手あと1。そうですね、時間使うのかなり有効ですね。いいと思いますよ。マジか。
さ、さすがに対面だね。対面、ゴーニーとの対面なんか勝てるわけがない。勝てるわけがないんで、若葉で。そこがね、そこがこの若葉というね、ギアのね、ギアじゃない武器のね、難しいところでもあるんだけど、でも、その要は、守備をね、結構ね、しっかりね、できるっていうのは、一つまあ、スプラトゥーンの重要な要素もあるので、あー、センサーついてましたね。うん。そこをね、ちょっとね、まあ、確かにあんまりかっこよくはない。正直。キル取ってる方が圧倒的にかっこいいし、まあ、正直ね、スプラ3もね、守備頑張ったり、オブジェクト頑張ったりするより、キル取った方がいいと思うんで、マジな話すると。でも、ちゃんとね、守備もできるようにしておくっていうのも、一つ重要な要素ではあると思うので、なんか来ちゃうかな。来ないで。あ、なんで？はい。ナイスそう、今のこう、持ってるやつとかね、うん、いやしっかりねそういうところもね勉強していくっていうのも上手くなっていくための、ね、一つの上達の道なんで、はい、なんかいろんな人のいろんな守備動画とか見てください。はい。お、出たー、やっと出たー、まあ美術大学だー、やっと出たー。なんかさ、10試合のうち9試合マサバなんですよね。やっと出ましたね。はい。アマ美術大学のガチここは多分初めてだと思うので、ちょっと前作の話で、よいしょ、やっていきましょう。ね、今作のアマビはね、あんまりね、籠城しにくくなっちゃったんで、持ち帰りしにくくなっちゃったんで、もう割と攻め得ですね、基本的には。ちょっとロボ分野だな。ミサイル？まだ持たない？持たない。はい。うん、あそこに置いちゃった。タイミング全く良くなかったですけど、はい、よし、 OK、 とりあえずね、ナイス。でね、アマビのね、ここ持ちはね、ここの壁です。ここです。ちょっと持ててない。いろんなオブジェクトが絡み合ってる。ここ、あー、すごい、味方強い、ありがとう。ちょ、いやー、まあいいや、サジさん、ナイス。そう、あそこのね、壁横ですね。うっ、強っ、マジか、天才。いけいけいけ、ゴー、もうそのまま、いっちゃう、せーの、まんめん、いや、強い、タイミングもバッチリ、強い、強すぎて全然解説する時間がなかった。と、あそこの壁を登ってください。ね、細いとこね。そこを登っている最中に坂から攻めてください。坂かレールから。ずっと、攻め手が広がると思います。はい、以上、モッティでした。お疲れ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。先日ニコ生の企画で図書カード1000円分が当たりました。何買おうかなって悩んでるんですけど、もしこんなの買ったらどうみたいなのがあったら、皆さんよかったら生放送とかで教えてください。あったかくして寝ろよ。